ピアフィルムフェスティバル、ピアフィルムフェスティバル、PIA フィルムフェスティバルは、新しい才能の発見と育成、映画の新しい環境づくりをテーマに、毎年東京をはじめ各地で開催されている映画祭である。略称は、P 会会、同映画祭は、自主映画のためのコンペティション、PFF アワードと、国内外の貴重な作品を紹介する、招待作品部門の日本柱で展開する。 毎年東京会場での PFF アワード各賞の発表後、神戸、名古屋、京都、福岡などで開催される PFF 全国ツアー、及び特集映画祭等の企画、運営、映画の制作、配給等を行い、映画の作り手、観客双方の活性化にも努めている。1970年代、テレビの普及による映画産業の衰退はいよいよ過酷さを増し、 大量のスタッフを雇用して映画を量産していた撮影所システムが崩壊。同時に映画監督を養成していた助監督採用も少なくなり、映画監督を目指す多くの若者たちが8ミリを中心とした自主映画の制作に活路を求め、個性を発揮し始めていた。1976年、大森和樹、伊豆津和幸、当時は和夫、原和夫など、 これまでにない新しい感性を有した才能を紹介する上映イベント、ピアシネマブティック PCB が開かれると、大勢の若者の注目を浴びる。現在のピアフィルムフェスティバルの原型となったのは、その翌年、1977年に東映大泉撮影所にて開催された第1回ピア展の1企画、映像部門第1回自主映画展で、当時は雑誌、 ピアを通じて公募した作品をピアスタッフが審査し、オールナイト上映する企画だった。1979年、オフシアターフィルムフェスティバルと名称を改めるが、第4回目開催の1981年より、現在のピアフィルムフェスティバルに改名され、定着した。1984年、映画制作援助制度である p f x スラシップを創設し、これまでに、そのコーン、 橋口良介、矢口忍、古間屋智之、熊切和義、リアイビ、小木上直子、内田健二、石祐也など、現在日本映画界で活躍する監督を多く、輩出している。1989年には、現在の PFF 全国ツアーの先駆けとなる、インディーズジャム89が大阪で話題を呼び、その後名古屋、神戸、福岡、仙台、京都と、 日本全国各地での P 会開会祭を展開している。また、PFF アワード受賞作やスカラシップ作品を海外映画祭へ出品するなど、新人監督の海外での活躍をサポートする活動も進めている。近年では、第14回、PFF スカラシップ作品、内田健二監督、運命じゃない人が2005年間の国際映画祭、批評家週間で4賞を受賞。 また、第17回、PFF スカラシップ作品、熊坂井で監督、パークラブホテルが、2008年ベルリン国際映画祭にて、最優秀新人作品賞を受賞する快挙を果たした。1999年からは、PFF の趣旨に賛同する映画、映像関連企業により PFF パートナーズを、結成、2008年には30回目を迎えた。 翌年2009年の第31回は日本唯一の国立映画機関、東京国立近代美術館、フィルムセンター、大ホールに会場を移し、同機関との共催を実現した。なお、2013年の第35回は5年ぶりに渋谷に会場を移し、渋谷パルコパート3.8回のシネクイントで開催された。 2005年には、早稲田大学への推薦入学制度、産学連携に乗り出し、入選監督が最新技術を学べる環境も整ってきている。2006年から参加している文化庁若手映画作家育成プロジェクトでは、これまで、獣が逃げる、村松正宏監督、屋根の上の赤い女、岡立監督、直下型の女、立内健太監督の制作を行った。 2010年からは、東京国際映画サイトの提携企画として、日本映画、ある視点部門にて、当年の PFF グランプリ作品を上映すると、同時に会場で、日本映画に関するシンポジウムを閉催している。現在は、自主映画を根幹に据えながら、もっか多様化している映像制作の現場を紹介するべく、テレビドラマに挑戦。ワウワウドラマを見る。や、 映画監督になる5つの方法、映画監督への道から私を借り立てるもの、映画のコツこうすれば、もっと映画が輝くなどを映画災害で企画し、新たな作り手へ、多角的な映画界へのアプローチも提示している。2014年、ピアフィルムフェスティバルが、川北賞を受賞。2017年4月、より公共的な事業としての継続、発展を目指し、 一般社団法人 PFF を設立。PFF の活動は、才能の発見、才能の紹介、才能の育成の3ステップで構成されている。その他、PFF では、映画祭、ピアフィルムフェスティバルの特別招待部門として、フランソワ・トリュフォー、ルイス・ブニュエル、マキノ・マサヒロ、NY ・インディーズ特集、ジョン・ウォーターズ、ジム・ジャームッシュ、スパイク・リー・等を招聘。 ケン・ラッセル、ロバート・アルトマン、クリント・イーストウッド、初期作品、ミハエル・ハネケ、アレックス・コックス、テオ・アンゲロ・プロス、ダグラス・サーク、若松・浩二、大島・渚、サミュエル・フラーなど多彩な監督を特集するとともに、日本映画の魅力を数多くの人に伝えることを目的、2001年から現在まで続く、ミューズ・シネマ・セレクション世界が注目する日本映画たち、 財団法人所沢市文化振興事業団主催に企画制作として参画。また、1980年代以降、当時としてはまとめて紹介されることの少なかったオーストラリア、ニュージーランド、カナダ並びにケベック州、オランダなどの各国大使館と連携した映画祭や国際公基金主催のアジア。 アラブ地域の映画祭などの運営に携わるなど様々な形で国内での映画振興に努めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。